5時から5時半までは歌のアルバムの時間です。今朝は水曜日。水曜の朝に皆様にお届けするアルバムは千春由美子の花の演歌女子力です。朝からディープな女子トークをお届けします。さあ、歌のアルバムが今から開きます。この番組は悟空、日健ホーム、カラオケラウンジマイカの提供でお送りします。さあ、今週も始まりました、千春由美子の花の演歌女子力。この番組は酒井千春、八木由美子でお送りします。ただいまお聞きしていただいた曲は私八木由美子で女花です。はい、ということで1月27日でございます。いや、しかし寒いですね。はい、こんな日はこたつに入ってこうみかんとか
雪見大福。あ、なるほど、食べたいなと思うんですけども、ね、こたつに入ってあったかい部屋でのアイスクリームが冬の定番らしいですね、はい、なんかいいですよね、うん、ちなみにあの冷たいの、はい、姉さんは、ええ、その冷たいものを食べたいか、ええ、もしくはあったかいものの方がいいか、どっちですか。ん、あったかいものっていうとこたつに入りながらあったかいものをずずずずっと食べるとか。あのね、うちこたつないのよね。なるほどなるほど。こたつのない生活で、はいはい、もう全然そのこたつに入るというのもうほとんどないかなっていう、うん、もううちはこたつは犬と猫の、うん、あるんだ。だからすっごく憧れるんだけ ど, なけど、ね、こたつを出してしまうと多分自分が動かなくなるっていう、そういう寝ちゃったりとかね、なんか、ええ、ことがあってね、そこでちょっといいの、あ、やっぱりいいんだ、日本酒なんかね飲みながら、あ、そっかそっかそっか、つまみを食べながら、ね、録画に食べたビデオを見るというのがね、こうなかなか冬の醍醐味かな。ちなみに夏はですね、はい、バンバンにクーラーを効かせたところで毛布をかぶりながら、はい、怖い番組を見るのが好きだったんですよ。何それ。涼しくなる、涼しいから寒いぐらいに効いたところで毛布とか布団とかをこうかぶりながら、しかも番組はホラーなんですよ、はあ、それを見るのが結構好きだったんで、逆のことをちょっとしてみたくなるのかなという感じではございますけどもね、はい、はい、おはようございます。おはようございます。さあ今週もやってまいりました、えんちゃんの突然クイズでございます。はい、いきます。本を読みながら、うん、本のページ数を1枚2枚と数えていきますが、はい、その本の最後のページは何枚となるでしょうか。おしまい。正解。本当に早っ。早い。すごい。どうしたの。何これ。違う違う、なんかね、どうしたら今日なんか今ね嵐が来るわね、うん、なんか1枚2枚って言ったでしょ。、うん、ダメ、私の中ではなんか番長皿屋敷が頭に浮かんで1枚2枚。それでなんか漫才とかね、ああいうネタでおしまいというのがあるんですよ。それがすごい頭に。ああ、はいはいはい。今日は一瞬で終わってしまいましたがね、はい、今日もね楽しくねお二人でトークしていきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おかしなお菓子株式会社悟空、 QR コード付きせんべい、岐阜の名産品八乙せんべいをベースに販促品として喜んでもらえる商品です。チラシから食べれる広告へ、電話 050-5848-6383 まで。 FM 岐阜。日経ホームの高橋です。家づくりで大切なことは作り手の心と責任感です。日経ホームにして本当に良かった、人に自慢したくなる家を作れ、これが我が社のモットーです。頑丈で安全な家づくりは私にお任せください。日経ホーム。はい、今週も先週に引き続きましてね、はい、花の演歌女子力という、はい、女子トークをしていきたいなと思いますけども、今日はですね恋愛ではなくて真面目な話、真面目な話かな、はい、うん、好感を持たれる人が仕事で成功する7つの理由、うん、聞きたい聞きたい聞きたい。見た目じゃない、うん、教育でもない、うん、優れた知識や才能ですらない、うん、簡単に言うと好感で、考えるのは簡単なこと、はい、長期的に見て好感が持てる人物は他の誰に他の誰にもね勝ってしまう、はいはい、で一緒に仕事するのも楽しくて、はい、同僚の人も忠誠心をね、はい、抱かせたりとか、もう気分がね良くなったりとかする、はい、結局周りから好かれる、そうですそうです、好かれる人間というか、う性格というか、はい、またそのようにね、なりたいなと思いますし、自分を作ってくれる、意識すればそういう風に可能性は なりますよね、うん、なりますね、これはね、そこを気をつければっていうことですね、はい、まず1、エゴがない、うん、または、ね、はい、
あの最低限、はい、エゴを好きな人いるいないですよね。あ、はい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 、エゴイストっていうことね。エゴイスト、うん、まあそうですよね、うん、確かにあのそこまでこうご利用しようされると、うんうん、やっぱこうみんなから惹かれちゃうんで、うん、ある程度の、ね、わがままというか、うん、それが我が強くて、そうです、うん、それもわがままになると、うん、やっぱりエゴになっちゃうんで、うん、あの自分の意見はしっかり持ちながら、うん、かつ押し通さない、はい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 、ということですよね、はい、あと好感持てる人は、うん、他の人を向上させる。はいはい、あの先週もあの言いましたけどもね、うん、彼らは褒め称賛を分かち合い、うん、他人の成功を喜ぶ。あ、なるほど。与えるものが、ね、うん、あの素晴らしい、はい、あのものなんですけどね、うん、あとはですね、好感を求める、持てる人はリラックスさせてくれる。あ、はい、一緒にいて、うん、あのピリピリしてないっていうことね、ストレスを感じなくて、うん、かといって空気ではダメでございますけどもね、うんうん、あの安心感というのか、はい、癒される感じっていう感じかな。そうです、はい、うん、あとね、うん、他の条件が全て同じなら人は好きな人と仕事をします。はい、確かにそうです。はい、そうですよね、うん、嫌な人とは仕事したくないですもんね。そうよ、人間関係が一番大事ですもんね。同じ条件だったら、うん、やっぱこう嫌な人がいると、うん、ちょっとやりきり嫌だなっていう感じが出てきますからね、はい、あとですね、ネガティブを撃退する、うん、これはシンプルだからこそ誤解されやすいんですけども、うん、ネガティブな態度はたとえ自分に向けてられなくてもそれを生み出す人物を避けたいと、うん、思うんですね、はいはいはい、一方でポジティブな人は魅力的に見えるんですよ、はい、だからあのプラス思考マイナス思考の違いね、ということですよね、うん、ネガティブね、うん、暗くなってるとみんなこう暗い、うん、そうですよね、まあ、よく言う類は友を呼ぶみたいなもんですよね。だからそのマイナス思考の人のとこって痛くない、うんうん、なんかこっちまでなんかこうなっちゃうっていう、そうです、あの悪口を言うとか、それ悪口ばっかり言ってるような人のところに行くとみんなそういう人が集まったりとか、ずっとこう根に持ちやすい人だと、そういうようなちょっと癖のある方たちが集まる、うん、はい、けどやっぱりこう明るくて、うん、寛大でっていうなると、うん、そういう人たちが集まるので、そうですよね、できればやっぱそっちの方に、ね、そっちの方が行きたいなと思います、はい、ブラッシュ行動、はい、あとですね、それまで以上に雇い主は協力的な社風を作り上げることに集中し、それがどれほど組織の成功に、うん、寄与するか理解する、はいはい、よく好かれる人はプロフェッショナルの組織で多くの価値をもたらす、はい、ちょっと難しい、難しい、難しい、あとですね、7、好感を持てる人物は大抵誰でも受け入れる、うん、だからいつも受け入れる、うんうん、はい、あの彼らは職場で恐怖によって仕事をしない、寛容さによって仕事をします、はい、結果として好感を持てる人物はよく意見を求める、うん、決断力が大きいと、はい、いうことでございますけどもね、うん、難しいけどね、難しいけど、できる心がけと考え方次第で、うん、自分もそのようになれるのかなと思います。 すっごくそういう風になりたいんだけど、ずっと その気持ちを維持していくっていうのも大事、そうそう、大変じゃないですか、はい、例えばプラス思考っていうのを分かっててもある日やっぱりマイナスに、うん、そうなんです、落ち込む時もあるんですよ、うん、そういう日もあるし、うん、だからその立ち上がりっていうの、そうなんです、そこを切り替えがすごく難しいなって、はい、なんかこうできやりたい、あのできるようになりたいよりも、うん、できるにしする、あ、そう、言葉をできるとか、ね、うん、あとはあの今行動したことが後の結果になるんで、うんうんうん、その結果に対してやっぱ自分の起こした行動について責任を持つ、はいはい、だから後悔しないように、うん、こう日々を、いい言葉ね、過ごしていかないといけないかな、後悔しないように生きていく、はい、もう私、うん、去年はですね、うん、もうすごいいろんな後悔をしてきましたから、はい、もう今年は、うん、嫌なことは嫌、やりたいことはやる、うん、で、あの人のために何かをするのももちろんありなんですけども、うん、
自分のためにでもあって、他人の人が喜んでくれるのを、人の喜んでくれる顔が見たいからやるというふうに考えを変えていきたいなと思ってます、考えます。考える方向をね、はい、ちょっとずらすだけでもう人生変わるっていうのはありますもんね、はい、やっぱりなのでこう、できないもんよりもやりますという発言をできるだけ多く、多分やらされてる感じゃなく自分がやってる感でずっと生きていきたいなという、ね、はい、はいはい、皆様も参考にしてください。 FM ギフ、八木由美子のお店カラオケラウンジマイカ、愛知県犬山市松本町 1-139、 月曜から土曜の夜7時から12時までの営業。電話番号 0568-62-4003。 さあ番組も終盤となってきました、はい、いかがでしたでしょうか。はい、あっという間のね時間で、はい、今日はちょっと真面目なね、はい、話で、はい、まあ、1年の最初の抱負ということでね、そうですね、どんな気持ちで今後送っていくかという話をしましたけどね、はいはい、私は変わります。はい、はい、ということで八木由美子さんスケジュールお願いいたします。はい、1月の31日、はい、いよいよ、ね、はい、今週の日曜日になりました、はい、私の、ね、地元の方に今度はなりますけども、はい、イオンモール扶桑店で、はい、千春由美子の新春歌謡ショーということでやらせていただきます、はいはい、何時からでしたっけ。時間はね、あの 昼からの1時、そして2回目が3時ということで2回公演となってます、はい、またあの司会兼有料出演、ね、そうなのね、はい、水曜日元のパーソナリティの楠木健二さんの、はい、応援にね来ていただきますので、はい、ぜひぜひ応援に来てくださいね、はい、他にスケジュールそうなんですよ、ございますか。もう明日になるんですよね、はい、明日大きな舞台あります、はい、名古屋特殊工業新春名古屋歌謡ショーということで、はいはい、やる、あの出させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、頑張ってください。私ですね、2月になります。2月11日に、ユートピア宝さんで歌謡ショーを行います。昼がです、1時からですね、そして夜が7時から、やりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは皆様に光のシャワーが降り注ぎますように、素敵な一日をお送りください。いってらっしゃい。それでは最後に坂井千春の東京セレナーデお聞きください。離れ東京ぐら
一人寂しくふるさと思う夢をなくして新宿あたり出会いを探してさまよい千春由美子の花の演歌女子力。この歌のアルバムではいろんな番組を紹介していきます。明日の歌のアルバムではさつき南風歌心をお送りします。ナビゲーターは井上舞でした。それではまた明日の朝。この番組は悟空日健ホームカラオケラウンジマイカの提供でお送りしました。